新型コロナウイルス感染症が世界で猛威を振るっています感染者は50万人を超えました最初の10万人に達するまで60日以上かかりましたが直近ではわずか2日で10万人増加しておりまさに爆発的なペースで拡大していますいくつかの国々では連日 数百人規模で死者数が増えており増加する重症者に十分な医療を提供できていないまさに医療崩壊とも呼ぶべき事態も発生していますこれは決して対岸の火事ではありません日本でも短期間のうちに同じ状況になっているかもしれないそれぐらいの期間をもって 最大限のの警戒を改めて国民の皆様にお願いしますこれまで我が国では専門家の皆さん保健所をはじめ現場の医療関係者の皆さんの努力によっていわゆるクラスターと呼ばれる集団での感染のつながりを早期に発見ししっかりとコントロールする。 そうすることで何とか持ちこたえてきましたしかし足元では感染経路がわからない患者が東京や大阪など都市部を中心に増加しています感染のつながりが見えなければその背景にどれぐらいの規模の感染者が存在しているのか知ることができませんえそして。 制御できない感染の連鎖が生じればどこかで爆発的な感染拡大が発生しかねませんこのいわゆるオーバーシュートの可能性について東京では25日広域知事が重大局面にあるとし夜間休日の外出自粛などを都民の皆さんに要請しました 千葉、神奈川、埼玉、山梨の四県地事とともにイベントの自粛、人混みへの不要不急の外出自粛などについて協力を呼びかけています大阪や熊本でもこの週末の外出自粛が要請されています私からもこうした 自治体の呼びかけにご協力いただくよう深くお願いいたしますひとたび爆発的な感染拡大が発生すると欧米の例から試算するとわずか2週間で感染者数が今の30倍以上に跳ね上がりますそうなれば感染のスピードを極力抑えながらピークを後ろ倒ししていくとの 我々の戦略が一気に崩れることとなりますまだ欧米に比べれば感染者の総数は少ないと考える方もいらっしゃるかもしれませんしかし私たちが毎日見ている感染者の数は潜伏期間などを踏まえれば2週間ほど前の新規感染の状況を捉えたものに過ぎません つまり今すでに爆発的な感染拡大が発生していたとしてもすぐには察知することができません2週間たって数字となって現れた時には患者の増加スピードはもはや制御できないほどになってしまっているこれがこの感染症の最も恐ろしいところであり 私たちはこの恐ろしい敵と不屈の覚悟で戦い続け抜かなければならないのですその強い機関のもとに自衛隊も動員して水際対策を抜本的に強化しました一昨日には改正特別措置法に基づいて政府対策本部の設置を閣議決定いたしましたこれにより全ての 都道府県にも対策本部が設置されたところであり自治体との緊密な連携のもとに最悪の事態も想定しながら感染拡大の防止に全力を尽くしてまいります国民の皆さんにも不要不急の渡航の自粛をお願いいたしますえ、そして手段による感染のリスクを下げるためいわゆる 三つの条件をできるだけ避ける行動を改めてお願いいたします。第一に換気の悪い密閉空間、第二に人が密集している場所、そして第三に近距離での密接な会話、密閉、密集、密接、この三つの密を避ける行動を。 お願いします。